やたてぶしが矢を入れて携帯する装備。エビラも参照。筆と墨壺を組み合わせた携帯用の筆記用具一式やたてやたてとは筆と墨壺を組み合わせた携帯用筆記用具。材質は金属、陶、竹、木などがある。鎌倉時代に戦場で筆記する状況に備えて小型のすずりと筆をエビラの中に入れて携帯し、このすずりを 矢立ての鈴木と呼んだことから、携帯式筆記用具一式を矢立てと呼ぶようになった。形状は、角材状の本体に、墨壺と筆の収納部を設け、その上に、スライド式に開閉する蓋を取り付けた氷揚ぎ型と、墨壺に筆を収納する筒を取り付けた、被釈型、墨壺と筒を紐で繋いだ犬王型に大別される。被釈型は一見喫煙パイプのような形をしている。 頑丈で握り具合も良く、傾向していても怪しまれないため、筆頭に針や刃を仕込んだものは、護神用の隠し武器としても重宝された。松尾芭蕉の奥の細道には矢立て始めの句としてと記されている。毛筆による筆記が限定的になった、現在の日本ではほとんど使われない。一方、内閣の閣議決定は、閣僚の顔による署名を必要とするため、持ち回り閣議では、 閣僚の署名を集めるために、現在もやたてが使われている。ありがとうございます。